千原ジュニアは一般人に殴りかかられて、正当防衛成立と言いながら倒れた。ジュニアはコンビニのトイレが汚すぎたので掃除し、清掃担当者の表に千原ジュニアと書いて帰った。15歳からずっと一人暮らしだったため他人との生活になれず、結婚後すぐに39度の熱が出た。5歳の息子に対してちまるちまるやおまるりは、体の部分で一番おもんないから使うなと教えている。自宅の玄関にマヨネーズで、ケチャップと書かれたことがある。ジュニアは進学校に入学したがもう学ぶことはないと思い、制服を川に捨てて2ヶ月で辞めた。裁判を傍聴するのにハマっていた時期があり、当時のデートは裁判所へよく行っていた。番組などで脱いだ時に受けるように、常に真っ赤なブリーフを履いていた。奥さんとの2、3回目のデートでトイレに行き、マルモーに白髪を発見しプロポーズを決心した。